FX 比較スノーキーのブログの管理人のスノーキーこと小手川幸也です。この動画では2014年3月に YJFX と社名変更予定のサイバーエージェント FX の評判とタイアップキャンペーンについてお話ししていきます。なお、この動画は投資を勧誘するものではありません。また安全性確実性を保証するものではありません。投稿時の情報をもとに作成されており、最新の情報であるという保証もありません。投資に関する最終決定はご自身の判断と自己責任でお願いいたします。また、この動画は小手川幸也が個人的に制作したものであり、 YJFX さん、サイバーエージェント FX さんは関係ありません。ということでお話ししていきます。はい、まずは YJFX さんの特徴と評判について一覧表を作ってみました。まず1点目の特徴といたしましては、平日24時間電話サポートがあるので、何か質問したいことがあれば非常に初心者にとっては嬉しいサービスだと思います。続きまして、スワップポイントと呼ばれる金利相当分のポイントが高いことでもおなじみの FX 業者さんです。特に5ドル円などを取引される方は一度ホームページの方をご覧になってください。そして、約定力、 FX の注文が成立することを約定と呼ぶんですけども、そちらの約定力の高さ、スピードを売りにしている業者さんでもあり、有利な方向にも滑るスリッページが発生するということがホームページに明記されてありました。これは珍しいことですね。これをホームページに記載されているというのは非常に珍しい業者さんです。そして続きまして、FX 業者さんの信頼度を重視する方にとっては、この点は非常に魅力的ではないでしょうか。Yahoo Japan でおなじみ、上場企業 Yahoo 傘下ということで、信頼度、また知名度の高い FX 業者さんでもあります。続きまして、取引ツールが非常に優秀だということも、YJFX、サイバーエージェント FX さんの特徴の一つです。iPhone アプリ、iPad アプリのほか、Android のスマートフォン用アプリ、Android のタブレット用アプリが用意されているので、いろいろな取引ツールから取引ができるという点は非常に、便利で使い勝手がいいです。また PC 用のツールも、SIMO と呼ばれるものがあるんですけども、こちらも非常に使いやすい。このあたりがまあ支持されている理由の大きな理由ではないでしょうか。そしてまた、MT4、メタトレーダー4のサービスも提供しています。バイナリーオプション、オプトレというものの取引もできます。こちらも私が、非常に使いやすいというか、操作画面なども非常に分かりやすいので、メイン講座、バイナリーオプションのメイン講座として私、スノーキーも利用しております。そして、YJFX、サイバーエージェント FX さんは、2013年上半期の取引高、FX 取引高世界第3位に、輝きました。このデータの出典元はフォレックスマグネートさん調べということです。そして、昨年末にリリースされましたリピートトレール注文、リピトレという注文方法ができるのも、YJFX さん、サイバーエージェント FX さんの特徴と言えるでしょう。はい、そのサイバーエージェント FX、YJFX さんとのスノーキーのブログ限定タイアップというのもやっておりまして、FX の比較スノーキーのブログというキーワード、もしくは FX スノーキータイアップで検索していただきますと、その限定特典の受け方が出てきます。実際のこれ、YJFX さん、サイバーエージェント FX さんのホームページなんですけれども、取引ツールがこんな風に非常に優秀であることだったりとか、また、有利にも滑るスリッページについても、の記載もあるので、一度ご覧になってみてください。はい、それで、スノーキーのブログ限定タイアップキャンペーンについてですけれども、先ほどのキーワードで検索していただきますと、私のこのスノーキーのブログが出てきますので、こちらの
PC 上でご覧いただきますと、こちらの限定キャンペーンというボタンをクリックしていただきますと、FX スノーキータイアップというこちらのページに飛びます。で、こちらにタイアップキャンペーンを開催している FX 業者さんの一覧があるのですが、こちらに、サイバーエージェント FX と書いてますけど、ここの右側に詳しくはこちらとあります。こちらをクリックしていきますと、このように、タイアップキャンペーン用のページに飛びます。こちらにタイアップキャンペーンの詳細と申し込み方法が書いてありますので、よろしければご覧ください。こちらのようなページですね。以上、YJFX サイバーエージェント FX さんの評判とタイアップについてお話ししました。スノーキーこと小手川幸也でした。最後までご覧いただきありがとうございました。